あとは関西のメーカーの何人かのメーカーさんはね、ジギングロット、ジギングロットでこうやってやるんですか、うん、来たらこう巻くんですよ。すいません、ツリビジョンで時々やってますが、もうどこのメーカーか分かりましたね。言わせていただきますが、バカじゃないのね、こうです、釣り竿まっすぐ伸ばす、もう引きましたね、竿いらないじゃんね。で竿だから こうしろとは言わないけどさ、ここでこう曲がって折れちゃうんだよね。でももう折れるからこう使ってって、ビートもよ、ビートもこう引っ張る、おお重い感じがしますね。重い感じがするじゃなくて、糸でしか伝わってないんだからね。今日もすいません、その番組やってました、ありえない、それで何万円もする竿なんですけどね、はい、っていうのがあります。ブランクスに生産国の表記がない、本来はシールが貼ってあるんですけど、このマーク、見えてる？ここ。これまあ、使ってるのは剥がれちゃうんですけどね。で、このマークが、釣りのメーカーで言います、公正取引委員会じゃないけど、そういうところを通過してる竿なんですね。今ちょっとうちのも持ってみましょう。このマークです、こういう。ね、これがついてないとダメなんですよ。うち飾ってあるやつ結構見本品がそれ貼ってないんだけど、サンプル品とかね、はい、でいうことでございます。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方はですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。